員茨城県佐島郡総和町西吉田に生まれ。茨城県立子が第一高等学校、日本大学経済学部卒業。大学卒業後は、富士銀行に入校。28年間にわたり勤務し、白山支店長や本店有資部障害部長等を務めた。退職後、不動産会社を経営。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で茨城七区から出馬。選挙区では無所属で元建設大臣の中村吉郎に赤杯したが、重複立候補していた比例北関東ブロックで復活し、初当選した。2010年9月29日、中国建国記念レセプションに出席した。二0 1年の消費増税をめぐる政局では、 6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で党の賛成方針に反して棄権した。民主党は7月3日の常任幹事会で厳重注意処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、 民主党の公認を受けて、茨城7区から立候補した。中村の画像とも言える地盤の中で、自民党前職の長岡慶子日本維新の開港人の筒井大介らを相手に、当選を目指したが1万8000秒余りしか、獲得することができず、第4位の得票順位で落選した。小選挙区で当選した中村には6万票以上の大差をつけられた。 得票率9.9%と協託金、変換点まで30票ほど届かず、協託金没収となり比例代表復活当選の権利も失った。政権与党の前職公認候補としては、異例の惨敗となった。ありがとうございます。